飯より江戸が好き、お江戸系 YouTuber ホーリーこと堀口真澄です。パラリンピック注目されておりますけれども、本日は江戸の視覚障害者ビッグ3をご紹介したいと思います。聞こえてまいりましたのは六段の調べ。お正月なんかにも耳にする機会の多い定番の奏曲、お琴の曲ですよね。この曲を作曲したのは、江戸時代初期に活躍した視覚障害のある音楽家、八橋建業。東京上野の不忍池の弁天堂には、八橋建業顕彰碑という石碑があって、石で作られたお琴のモニュメントだったりとか、傍らには六段塚という石碑もあります。八橋建業が作曲する以前から、六段の原型になるような曲自体は存在していたようなんですが、一曲が複数の段からなる段物というスタイルを確立したり、さまざまな改良をしてお琴を庶民にまで普及させ、現代につながる隆盛の礎を築いたのが八橋建業なんです。実は江戸時代の有名な音楽家には視覚障害のある方がとても多かったんです。というのも、当時藤堂座という視覚障害がある方々の自治組織があったんですね。もともとは平家語りをする琵琶法師と呼ばれる僧侶たちが同業組合のグループ座を構成したことから始まる組織で、徳川家康公がこれを公認して幕府の下で保護され、音楽だったりとか針治療、あとお灸などの医術、それからあんまマッサージですね、こういう特定の分野の職業の独占が容認されまして、視覚障害者の経済的な自立が支援されていたんです。後にね、金融なんかを担う人も出ています。藤堂座には階級があって、大きく分けると上から兼業、別当、高等、座頭、あの時代劇の座頭一は藤堂座の階級でいうところの座頭の一三ということなんです。この藤堂座、もともとが平家語りの琵琶法師がルーツなので、三味線や琴といった楽器の演奏を中心としたエキスパートを多数輩出しておりまして、八橋建業もその一人でした。八橋建業は幼い頃から目が不自由で、藤堂座に所属して芸事を極め、初めは大阪で三味線の名手として名を馳せました。これね、三味線って当時流行し始めた新しい楽器だったんですよ。だから最先端の流行の音楽で人気のミュージシャンだったんですね。しかし江戸に出て琴を学んだことをきっかけに、本格的に琴の演奏に転向。このことが日本の音楽業界に革命を起こしました。琴は奈良時代に日本に伝わった歴史ある楽器。当時はもっぱら貴族などの高貴な方々の間で親しまれていて、メロディーがお上品すぎて庶民の耳には馴染まないというものだったんですね。そこで八橋建業は三味線などの当時の庶民に流行していた楽器の音階をお琴に取り入れるための調弦法、平調子を作り出して、伝統ある楽器のお琴で庶民が親しみやすいポピュラー音楽を作っていったんです。これによってお琴の人気は一気に広まり、江戸の街中の楽器屋さんの店先にも三味線と一緒にお琴が売られるようになりました。特にね、女子に人気のお稽古で、今だとピアノみたいなイメージですかね。お琴人気は江戸だけではなく、もちろん全国的に広まりまして、八橋建業が道場を構えた京都なんかはものすごく盛んになりましたね。ちなみに京都銘菓の八橋、あのふにゃっとした生八橋じゃなくて、甘くてパリパリした長方形の生地がちょっと内側にカーブしている東の方の八橋、これ八橋建業の死後にその偉業を偲んでお琴の形を模して作られたのが始まりと言われています。江戸時代の視覚障害者ビッグ3、続いてご紹介するのはこの人、杉山和一。
愛知さんはですね、武士の家の長男として生まれたんですが、幼い頃に感染症にかかって失明して、家督は弟に譲って江戸に出て医術を学ぶんですね。ただ物覚えが悪くて手先も不器用だったので破門されてしまうんです。何か手に職をつけないと生きていけない。決死の覚悟で挑んだのが願掛けの断食修行でした。こんなお話が伝わっております。神奈川県藤沢市江ノ島の洞窟には弁財天が祀られていて、江ノ島の岩屋と呼ばれております。和一さん、ここにこもって21日間命がけの断食修行をして、自分も生きていくために何か活路を見出せますようにと祈り続けました。しかし奇跡が起こることはなく、ついに満願の日となります。岩屋から出て途方に暮れた和一さん、とぼとぼと歩いていると石につまずいて倒れてしまいました。しかしその時、チクリと体に何かが触れます。え？と思って確認すると、くるりと丸まった木の葉の中に細い松葉が入っていました。これだ！ということで開発したのが、管を使って壺に針を刺す感心法だったというんです。はい、というのが有名なお話でありまして、ただね、感心法の起源っていうのは諸説あるんですけど、和一さんが感心法を広めることに大きく貢献したことは確かなんです。これ管がガイドチューブの役割をして壺に正確に針を刺せるんですって。で、私も施術してもらったことあるんですけど、痛みが少ないんですよね。なので日本では現在でもこの針治療の際に最も広く活用されているのがこの感心法という主義なんです。京都での修行期間を経て江戸で開業すると、和一さんの鍼灸院大盛況になりました。また視覚障害のある方々の職業教育施設を作って社会進出を後押しします。61歳で兼業となり、時の将軍綱吉も和一の施術に大変な信頼を寄せました。綱吉公が褒美に何か欲しいものを与えようと言ったところ、和一さんこうおっしゃいました。一つでいいから目が欲しい。このことから綱吉公は本庄一つ目に屋敷を与えたなんていうエピソードもあります。和一さんが拝領した本所の一つ目にはね、現在も和一さんをお祭りする江島杉山神社があって、ここねめちゃくちゃ面白くて、私すごいおすすめの場所ですので、こちらまた改めてご紹介したいと思います。さて、江戸時代の視覚障害者ビッグ3、最後にご紹介するのはこの方、花輪保喜一。奇跡の人として知られている視覚聴覚の重複障害者のヘレン・ケラーは、小さい頃からお母さんに花輪保喜一先生をお手本にしなさいと言って育てられて、日本にやってきたの講演会でも、辛く苦しい時でも花輪保喜一先生を目標に頑張ることで今の私があるというふうに語っておられてね、本当に偉大な方だなと私も大尊敬しております。保喜一先生は生まれた時から体が弱く、7歳の時に失明、15歳で江戸に出て藤堂座の飴富兼業という人に弟子入りをして、琴や三味線、針やあんまの手ほどきを受けました。しかし1年経っても一向に上達しません。将来に絶望した保喜一先生、九段坂の牛ヶ淵から自殺しようと考えたことも一度や二度ではありませんでした。思い悩んだ末、師匠の飴富兼業に本当は学問がしたいと打ち明けます。実は保喜一先生、子供の頃から記憶力が抜群で、一回聞いたことは全て暗記できるという才能を持っていたんです。飴富兼業は、博打や盗み以外なら好きなようにやりなさい、これから3年間面倒を見るから、それで見込みがなければ諦めなさいと答えまして、一流の先生を紹介するなどして、保喜一先生が学問に打ち込める環境を整えたんです。こうして才能を開花させ、さまざまな学問を修め、ついに
兼業となり、幕府に土地を与えられて和学講談所を開設。ここを拠点として弟子たちと共に日本に残るさまざまな記録を集めた群書類集を編纂しました。この群書類集編纂というのは本当にすごい事業でして、日本全国にバラバラに散らばっていた古代から江戸時代に至るまでのさまざまな記録があるわけですよね。これを一箇所に集めてジャンルごとに分けて666冊の本に編纂し直して、学問がしたいと思った人が誰でも正しい知識に触れられるように木版印刷で出版したんです。これね、本当に内容はありとあらゆるもので、歴史書とか学術書みたいな専門書もありますし、竹取物語みたいな物語もある。それからお手紙なんかもね収録されていて、本当にさまざまな知識の集大成でありまして、これがなかったら現在まで伝わってなかっただろうなっていう情報の宝庫なんですね。当時の人はもちろんなんですけど、今の私たちが江戸時代以前の歴史を知ることができるのは花輪保喜一先生の群書類集のおかげと言っても過言ではないくらいの偉業なんです。最後に保喜一先生のこんな逸話をご紹介しましょう。ある夜、お弟子さん相手に源氏物語の講義をしていた時のこと。急に強い風が吹いて部屋のろうそくの明かりが消えてしまいました。弟子たちが慌てる様子を察して保喜一先生は微笑みながらこう言いました。目飽きというのは不自由なものだ。視覚障害やさまざまな逆境がありながら現代にまで影響ある偉業を成し遂げた八橋兼業、杉山和一、花輪保喜一、めちゃくちゃリスペクトしています。いかがですでしょうか。お江戸いいねと思ったら高評価、チャンネル登録お願いいたしますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。本日はこれまで。